ボクシング WBO 世界バンタム級タイトルマッチ、9月3日、有明アリーナ。王者、武井良樹と挑戦者の比嘉大悟が31日、記者会見でにこやかながらも闘争心をぶつけ合う場面が見られた。武井は、足立区から来た大橋ジムの武井です、といつも通りに挨拶した。比嘉について、いつもと変わらないにこにこした感じなんですけど、そこに騙されないようにと決意表明。 バチッと倒させていただきますと慶応勝利を予告した。にこやかにうなずいていた比嘉も沖縄県から来た比嘉ですと武井を意識して挨拶。仕上がっている骨格と仕上げてきたんだなっていう走り込んできたんだなと分かりますねと対戦相手を高く評した。試合の模様は映像配信サービス「レミノ」で独占無料制配信される。